5分2ラウンドを行います。青コーナー191センチ、134キログラム、アレキサンダーカレーニー。ロシア国家の威信をかけてアレキサンダーカレリン。赤コーナー192センチ、117キログラム、リングスジャパン前田アキラ。これがラストコールです。格闘王前田アキラ。さあ引退試合ラストマッチです。第7試合は5分2ラウンド、前田アキラ対オリンピック3連覇人類最強の男アレキサンダーカレリンです。いや熊子さん、はい、震えますね。そうさ、いや本当にこの試合実現するんですね。果たしてカレリンリフトは爆発するんでしょうか。前田明はどんな試合を見せてくれるのか。いい体に確かになってますね。今日はですね、もう打撃とスピード、はい、これで勝負したいですね。さあ間もなくゴングだ。両者ががっちりと握手を交わしました。試合が始まりました。まず第1ラウンド、ローから行った、ローから行った前田明。もう一発いきます。ロー入りますねこれ。はい、胸いっぱいの思いを込めてハイキック。打撃の免疫はないでしょうアレキサンダーカレリン。しかしタックルには十分な免疫だ。おお、前田が振り回される。あら、前田が振り回されます。なんというパワーだ。首を狙ったら危ないですよ。首根っこを押さえ込まれ始めました。上に並べます。前田が振り回されてますよ。リフト狙ってますね。カレリン、カレリンリフトではこの状態からでも投げ捨てることができます。シベリアの白熊アレキサンダーカレリン、130キロ級、グレコローマンスタイルレスリング、この帝王であります。世界選手権8連覇オリンピック3連覇、ソウル、バルセロナ、アトランタ、いずれも大会では旗手を務めました。その国の代表する選手であります。つまりロシア国家の威信アレキサンダーカレリン。嫌がってますね。投げ打った、いや滑った、捉えることができない。亀の状態です。打撃には明らかにそれを嫌う表情、ジェスチャーを見せますアレキサンダーカレリン。首を締めていましたね。首を締めています。この状態前田コールだ、この前田コールだ。カレリンは高く投げてからグラウンドで締めていきたいと言っています。格闘技の知識を広げ自分の経験にプラスしたい、あくまでも前向きなアレキサンダーカレリン。この試合の後を目指すはシドニーオリンピック。もちろん国民が期待しているのは金メダル。このカレリンがですね、グラウンドになった場合どういう動きを見せるかというのはちょっと注目なんですけどね、今のところその首締めですから、ね、その首狙い技しか見せませんね。あ、またスタンド状態。前田としては徹底的にこの使える打撃を使っていきます。前田の左足には特別のニープレス、テーピングはしていません。これが最後の試合。おっと、首をつかれた、フロントレッグロックだ。腰落とす前田、そして投げる投げる投げる、手を決めています。いやさあ膝を捉えた、バックを取った、これで決めることができるか。シングルのボストンクラブか。エスケープ、エスケープです、エスケープ、エスケープ。いや成瀬さんどうですか。いや前田さんすごい落ち着いてていいですね。はい、カレリン逆に完成技は全くできないみたいですねこれ。なるほど、はい、その会話ではそのサンボもできるんだという話もありました。しかしこの戦いでアピールできるほどの実力ではおそらくないでしょう。あくまでもやはりグレコローマン、このパワーは成瀬さんすごいですね。はい、今前田さんから逃げたんですよ。なるほど、まあ、今のは前田から、しかしその前田を思う自在に操ることができるというこのパワー。そうですね、この抑え込みもすごいですね。糸井さん、この前田選手がこれほどコロコロと、まあ、自分からのも一部ありますけれども、はい、回る姿を見たことは珍しいですよね。うわーっと
も珍しい、こんなのも珍しい。いや今ちょっと頭から落ちました、ね、頭から行きましたね、強烈、あーとちょっとうつらの目をしています。コントロールされているのは前田明、今の投げ技でかなりの、あーカレリリフトだ、行くぞー、カレリリフトだ、頭からいった、なんというパワー、なんというカレリリフト。いやークマクマさん、人類最強というのはうなずけます。そうです、グレコをやらしたら右に出るものは全くなし、お前たち攻めるしかないですね。もうさあ前田コールだ、ボディーボール、ボディーブロー、攻めましょう、膝だ、両膝を上げていきます。いや前田が操り人形のようです、思う時代に操られる、本当に簡単に投げていきますね。カレリンが言っています、決めるのは締め技か、あるいは関節技だと言っています。確かにそうなんでしょう、ここからどういう技を持っているのか。レスリングをやったら自分は1分も持たないだろうと前田明は言っています。あと10秒という声は第1ラウンド終了をつけています。締めてますね、締めてますね、縛っているのか、あと前田薄い表情をしている、ゴング、第1ラウンド終了。いやー熊久保さん、はい、初めての光景、あれのセコンドが結構立つからできるだけこう下げさせて、日本側もさあ今のはナウスさんが指示を出したものです、熊本さん、このカレリンリフト、はい、このカレリンリフトだけはですね絶対食わないと前田選手言ったんですよね。でもうグラウンドのポジションからやっぱり持っていけるんですね、持ってかれましたね、もう本当にこれこらえてんのを持ってってますからね、日本側どうしたか、いや写真あるいは映像では見たんですけれども、まさか前田選手が糸井さん投げられるとは思わなかったですね。いやもう全部のシーンが珍しいです。成瀬さん陣地を超えてますね、陣地を超えて、はい、まさにその通り、ぶつかる前田も初めて見てるからです、僕ら前田明のこの驚愕の表情も見ないですよね、はい、リングスジャパンの面々が取り囲んでいます。さあ残り5分だ、どんな展開が待っているのか。アレキサンダー・カレリン、今日のウェイインでは134キロ、前田明117キロ、おそらく今可能な現在のベストの状態は前田明、アレキサンダー・カレリンは130キロ級4キロ重たい体を作っています。さあローから始まりました、これが泣いても笑っても最後の5分間、膝蹴り、膝蹴り、膝蹴り、膝を持っていきました、はい、やーと投げ方に潰れた、さあスイーパーだ、スイーパーだ、おーなんだこれは、前に落としましたよ、スリーパーが効きません、逆に前田がエスケープだ、首を決められている、今朝がためてギブアップもあり得ると言っていました前田、十分ありえますね、今朝がためのギブアップも、押されっぱなしだ、押されっぱなしだ、さあ数々の思い出どころではありません、前田明この試合に1位先進、彼に余裕ですね、おっと潰していきます、余裕見せてますよ、このコントロールできることにおいて自信を持ったんでしょうね、おそらくね、はい、途中ね、これで決めようとしています、これで決めてしまうのか、カレリン、カレリン、なんというパワーだ、オリンピック3連覇のこれは力だ、12年間無敗というのがうなずけます、身をもってこの満場のお客様にそれを証明してみて、見ています。なんとか関節で取れないのか、もう肘を、と肘を、力技ですね、肘をこう逆方向にグッと押さえています、ギブアップを要求しています、これ逃げられないですね、あの前さん関節柔らかいんで、はいはい、このぐらいで決まらないと思います。カレリンの左足取れますね、チャンスだったんですけどね、前田が首を持て余そばれています、手首を掴まれた、手首はどうなんだ、前田はエスケープをしたくない、もう本当に簡単に操るようにもう前田選手の体を使いますね、和田レフリーがブレイクを要求しました、人類にこんな男がいたのか、ロックックもう一発、いやいやいや押していく押していく、もう入ると思うんですけど、はいはい、入れたいね、はい、はい、入れたいな、ちょっと前田もちょっとペースダウン、おーっと首投げだ、いわゆるヘッドロックスロー、
ここから締めてきますよ。強引に持っていきました。先ほどのね、今朝方で決めたように首一つだけでギブアップを奪う力を持っています。この腕を伸ばしながらの首、まだ今朝方で行きます。一緒ですね。あ、これだ。危ない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 。足を伸ばして前だ。強い。観客がもうどよめいています。前田明の2つ目のロストポイント。彼にも疲れてますね。あと半分、あと半分、ハイキック、はい、足を踏み鳴らしフェイント、落としをかけらなの距離を詰めていきます。ボディブロー、あーと、スープレックス、スープレックス。かつての有志の、そのかつての前田を思い起こさせるようなスープレックス。しかしカレリンのは力ませ、前田が全く持ち上げようとしてるじゃないですか。これまたですか。あ、返しますね。これ起こされます。コントロールされている前田明。前田をかつてここまでコントロールした人間がいたのか。このある人が言っています。カレリンに勝つには、あーたたたた、どうから回されてタップするんだ前田明。ラストのタップか、うん、エスケープは上がります。ブレーク狙いだ。もう一回行く、もう一回行く。投げ打つのか。マジで体勢を低くして足を取りに行くといいと思うんですよね。取ることができません。時間がなくなってきています。前田キラー潰れた。体勢良くないですね。時間がない。残り1分を切ります。さあ前田コーダリフト来ますね。またカレリンか。カレリンリフトだ。前田のスタミナの消耗は激しい。このまま抑えかれて、さあカレリンが決めに来たぞ。ネルソン入ってますね。フルネルソン、フルネルソン。そして足を絡まれています。時間がない。ロストポイントでは前田が2つ、カレリン1つ、ね、さあこれがおそらく最後でしょう。焦点だ。膝切り。カレリンは上を見上げたぞ。膝十字。さあこれで潰す。やはりうまい、うまいですね。バットを取るのがもう本職ですからね。もう時間がありません。前田明格闘ロードフィナーレです。試合終了です。ポイントで前田明ラストマッチ敗れました。これをもって時間切れ。ポイント判定によりアレキサンダー・カレリン選手の勝ちでございます。場内に勝敗がコールされました。選ばれし者がこれをもってリングを去ります。